ジェームズ・ J ・ヒューズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の、元プロ野球選手。右投げ右打ち。ヒューズは、生まれ故郷のカリフォルニア州で野球をしていたが、1897年に、当時ナショナルリーグの上昇球団だった、ボルチモア・オリオールズが、西海岸へ遠征した際試合に登板し、ジョン・マグロー、ウィリー・キーラー、ジョー・ケリーらをはじめとする。 オリオールズ打線を3アンダで完封するピッチングを見せたことで注目される。当時のオリオールズの監督ネッドハンロンは、すぐさま、ヒューズと契約し彼を東海岸へ連れて行った。1898年4月18日に初めてメジャーで投げたヒューズは、その4日後の4月22日には、ノーヒットノーランを達成、同年23勝12敗の成績を残す。 他のオリオールズの選手たちと共に、ブルックリンスパーバスに移った翌1899年には28勝を挙げ、ブルックリンにナショナルリーグ優勝をもたらした。その後ブルックリンには1902年まで在籍していたが、地元の西海岸でのプレーを望んだヒューズは、同年ブルックリンを退団。当時は、西海岸出身者への偏見もあり、 メジャー球団が再び彼と契約を結ぶことはなかった。1903年には、パシフィックコーストリーグのシアトル・レーニアーズに参加し、12、連勝を含む34勝の記録を残している。その後、腰を痛めたことでヒューズは選手を引退する。1924年、50歳の時生まれ故郷の、サクラメントで列車から転落し亡くなった。ありがとうございます。